化作戦は終わってないぞ。こうなったらオイラたちが…アベル！あがががが。がこいつは確か禁止されてる魔法だよな。募集！貴様…うん、うん、後ろがガラ空きだぞ。全員逮捕だ。逃がすなよ、こら！ガジロさん？リリも…逮捕って…見ての通り、評議員だ。ふにょぼくにゃ！レビーちゃん！ルーちゃん、噂には聞いてたけど、本当に評議員やってるんだね。あ、久しぶり。ルーちゃんこそ、記者やってるんじゃなかったっけ？なんでこんなとこに？レビーとリリーか。夏！久しいな、ギヒと、ガジルに似た人？喧嘩売ってんのか、この野郎！いや、あのガジルさんがヒョギンのわけねえし。食いぶちを探してる時、木のじいさんに誘われてな。ウォルトさんだ！ほうほう、あの若者がね。そっか、剣足部隊を率いてね。え、わしが誘ったからって？冗談だったのに。こうしてギルドの上に立つことになった。ちなみにお前も逮捕だ、サラマンダ。目つきが悪い罪でな。お前は格好がエロい罪で逮捕。ジュビアはジトジト罪で逮捕。ジトジト？お前は魚食いすぎ罪。ウシシャは罪だったのか。お前はなんかその存在がなんとなく逮捕だ。え？何ですかそれ？お前は、言わなくてもわかるよな、グレイ。俺は甘くはねえぞ。ふっ。グホー！エルザー！エルザーがいた！機嫌悪そうだよ！貴様、ガジルに似てるくせに随分と調子に乗ってるな。俺はガジルだ、本物のな。いや、あのガジルさんが評議員のわけなかろう。あのな、実は本物のガジルだ。何？本気で偽物だと思ってたの。ならば話は早い。アーロックがいたぞ、拘束しろ。離せ！なんたる屈辱。おじい様！悪夢、悪夢だ。見ての通り、アバタールの浄化作戦を止めたのは我々だ。いや、もっと言えば。分かってるよ。俺たちがあいつらのアジトに踏み込んだこと。誰もおらんぞ、ガジル。これ見ろよ。浄化作戦はマルバの町。これはグレイの魔法だな。ああ。グレイのおかげで、俺たちもここまで来れた。感謝している。しかし迷惑かけたことに変わりねえ。すまなかった。ジュビアはグレイ様が無事ならそれでいいです。私もまんまと騙されたよ。お前はもう少し変装に気を使わねえとバレバレだぞ。バレてたの？話が見えないんですけど。なんでエルザまでいるの？後で説明するね。あれがグレイの仲間。あいつらの絆に破れただなんて。とにかく町は守られた。まさかみんなに助けられるとはね。俺たちが揃えば無敵。またみんなで一緒に戦えるなんて。少し大きくなったか、ウェンディ。いいえ、全然変わってません。なんかギルドにいるみたいだね。このメンツが揃うとね。こういうの久しぶりだな。さあ、私たちの勝利だ。勝ち抜きをあげろ。うわー！